福岡県立小倉高等学校は、福岡県北九州市小倉北区あたご2丁目にある、県立高等学校。略称は、総高、小倉。スーパーサイエンスハイスクール、福岡スーパーハイスクール指定校。福岡県、第2学区。授業は、平日は56または7コマの成果授業に加え、朝講習と呼ばれる、課外授業が7時30分から行われている。 かつては土曜日に土曜講座として50分4コマの授業が行われていたが、現在は廃止されている。九州大学をはじめとした地元の国公立大学を目指す学生が多いのが特徴であるが、東京大学や京都大学、私立の総慶といった他の地方の名門大学へも毎年一定数の合格者を輩出している。映画、無法末の一生の原作、 富島松五郎伝の中では、主人公無法松が可愛がる、吉岡大尉の維持のボンボンの母校として登場。松本清張の名作、菊枕では、主人公の夫が美術教師として勤務していたのが、小倉中学である。旧制中学校を前身とする全国の公立高校の中でも、旧制時代の制服、聖望の伝統が最もよく維持された学校である。 当期は、標準型の黒の学生服。だが、愛服として着用される、グレーの総甲学生服こそ、別名、霜降り小倉と言われるほど著名な地元の小倉式の記事で、他校にない小倉高校の特色をよく表現している。いずれにおいても、自分から見て、右襟に、ローマ数字の学年賞、左襟に、数字の組賞を、金色の大きな、 襟文字バッジで装着する。交渉バッジはつけない。ガキは両胸ポケットの解禁シャツに愛服と同じグレーのズボンで学年賞と組賞はフェルトにつけて、強賞として解禁シャツの左胸につける。また、白線一本を巻いた黒色の聖望をかぶることが義務付けられている。聖火板があり、 旧正中学時代と同じ白い骨の製肩掛けカバンである。伝統を堅持しているとはいえ、機能的に不都合な点については2012年度より小規模な変更がなされた。例えば、体操着を風呂敷に包んでくるという拘束が廃止された。布製のため雨天には中身が濡れやすかった製カバンは蓋に防水加工が施された。また、 伝統型の爪襟ではカラーを外し、黒襟の番から的着こなしが後を絶たなかったことと、硬いカラーが窮屈感を増し襟のホックを外す、誘引になっていたことから、冬服、愛服ともに、カラーを廃止して、襟に白線を縫い付けた、ラウンドカラーに変更、愛服は、襟のサイズを緩くし、同時に、襟ホックを常時止める指導が強化された。陶器は、 紺色のダブルのスーツ型、下にはブラウスを着用。ネクタイやリボンの類はなく、ブラウスの第一ボタンを常にかけて着用しなければならない。スカートは、しっか10センチメートル、束ねていない長髪は禁止、前髪は眉上。上着の自分から見て、左下に、当賞、学年賞、クラス賞という3つのバッジをフェルトにつけた教賞を装着する。 夏服は冬服と似た型で白色。スカートは男子の愛服と同じグレー。強章を冬服と同じ位置に装着する。聖カバンは手持ち式の伝統的な型の学生カバンである。小倉藩は幕末に長州戦争で敗れ、藩長、藩校を豊津に移転したことから、小倉藩校の直径は旧姓豊津中学であり、その小倉文校が、 小倉中学であった。しかしながら、下記遠隔にある通り、小倉中学は1887年に廃止されている。その後、小倉市民の20年余りにわたる復活運動を経て、1908年、福岡県立小倉中学校として再校された。なお、現在の小倉高校では、明治41年を開校の年としている。2008年に、 創立100周年を迎えた。三学期制を取る。一学期、二学期、三学期、文部領土の構座の下運動部文化部を問わず部活動が盛んである。野球部は、上述の通り1947年の第29回全国、中等学校優勝野球大会で、旧制国ら中学として、翌1948年の、 第30回全国高等学校野球選手権大会で新生国倉高校としてそれぞれ優勝、連覇を達成している。これを受け、第90回全国高等学校野球選手権記念大会では首相が始球式を行った。ラグビー部は山田昭人を要した2003年に福岡県大会で優勝するなど県内有数の競合である。 かつて存在した定時制課程の定休部は1980年8月10日に全国大会で優勝している。以前は南韓国立大学への現役合格志向が強く、九州大学への進学者が7、80人程度と特に多かったが、2000年代以降は生徒の意思を尊重した進路指導が行われていて、その数は減った。代わりに、 県内の他の進学校と比べて、東京大学、京都大学、大阪大学、その他有名次第を中心とした、関東、関西地区の難関大への進学者数が多い傾向にある。朝課外及び、土曜講座が実施され、放課後には希望者を対象とした、志望大学別の明瞭講習も1講座あたり300円で行われている。 2005年の SSH 指定後、物理、科学、生物の I2 の枠を外して、学校設定科目を新設し、さらに医療系を目指す生徒向けに、理科3科目を履修するコースが設置された。文系は、地歴、公民に科目の受験にも対応している。野木門もよりの鉄道駅もよりのバス停もよりの道路。ありがとうございます。